皆さんこんにちは、ニューヨーク在住のマリナです。今日はね、アメリカのマックで一番高カロリーな商品と一番低カロリーな商品3つずつ買って食べてみた。アメリカといったらやっぱりハンバーガーなんですよで、ね、私今ダイエット中でもね、皆さんもこういう経験あると思うんですよ。ダイエット中だけどマック行きたい、目の前に今マックしかない、そういうことがよくあると思います。今回の動画はアメリカのスーパージャンキーなマックでもヘルシーなメニューってあるんじゃないのっていう検証です。一応ね、このチャンネル、あのヘルシーライフスタイルチャンネルっていうこと、皆さんにヘルシーな情報っていうのをお送りしたいんですよ。なので今回は私のお家の近くのマックの中で一番カロリーが低いメニュー3つと、ついでに一番高カロリーなメニュー3つを買ってきました。すんごいの、まあ、カロリーが低いからって言うてジャンクフードなので健康的ではないとは思うんですけど、まあ、さっきみたいな状況の時とかにちゃっと選べるメニューを紹介します。ついでに今日は太りたくない私に対して食べないと太れないうちのダーリンと一緒に食べていこうと思います。カモンベイビー、めっちゃ隠れちゃってる。はい、ダーリンです。というわけでダイエットしたい方は私側のメニューをぜひ選んでください。でさっき2人で商品を買ってきました。アメリカのマックでございます。めっちゃ久しぶりのマック。少ない？ 3 ドルだって。 Buy one get one for $1。 1ドルで買えちゃう。1個買ったら全部カロリーが書いてあります。あんま変わんないね、なんか日本のと。じゃあ、行きますか。アメリカのマックでカロリーが低いメニュー第3位。第3位は、ちょっと待って、めっちゃかぶった。フルーツ&ヨーグルトパフェ。ヨーグルトパフェ。ことです。ドン！こちら。待って、めっちゃ、何？刺さってる。これ何？刺さってるの？グラノーラだ。で、これのカロリーは？210カロリー。へえ、まあ、そんなもんかって感じだね。プロテインが6グラム。プロテイン6グラム。あ、そうなんだ。めっちゃ入ってるじゃん。こんな感じです。普通に美味しそう。いただきます。うん、美味しい。濃い。なグラノーラが結構ガリガリしてる。うん、濃い。甘いね。糖質すごい入ってそう。糖質いくら？40グラム。40グラム？え？カーブスでしょ？いや、カーブス。あら。糖質オフの人は絶対食べれないやつだって思ったら、うん、でもそのくらい甘い。あ、甘っ、うまっ。第3位でどんどん行こうか。じゃ続いて第2位、ルル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 ルン、チキンナゲット4ピース。おお、来たね。食事っぽいのが来たよ。プラスソース。プラスソース。待って、これこれか。え、めっちゃちっちゃいんだけど。かわいい。めっちゃちっちゃい。こちらがファンデーションになります。え、かわいい。これキッズメニューじゃないよね。普通のあれだったよね、うん、メニューであったよね。で、うん、こちらのカロリーが180カロリー。糖質が 11g。 糖質が 11g。 まあ悪くは。タンパク質が 10g。 うん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 。プロテインはいっぱい入ってるって感じ。まあチキンだもんね。これソース選びが大事だと思った。私選んだのがね、サルサソースで、これは5キロカロリーしかなかった。あのバーベキューソース60か、そんくらいあった。ソースとかドレッシングって大事よね。これ本当にサルサさ、マスタードって書いてあるんです。間違ったよね。あ、そうなんだ。え、サルサソース入れたはずなのに。あ、それ60カロリーだよ。これ60キロカロリー。なんだよ。え、順番変わっちゃったじゃん。そうなんだ。ちょっと抑えて、まあ、全部使わないからね。いただきます。うん、よくある味。日本だとナゲットの味は変わんないかな。いや、でもさ、ナゲットが入るって意外じゃないっていう。確かに揚げてんのね。うん、揚げてんのに。そう、これで180キロカロリー。でもソースをマスタードとかバーベキューにしちゃうと一気に240とかまで上がっちゃう。そうね。うん、どんどん行こう。続いてドドの第1位、ルル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 サイドサラダ。これちっちゃいサイズなんだよね。こちらのサイドサラダ。今度が小さいじゃん。いやーと同じぐらいか。どうなんだろうね。マックでサラダを食べたことがない。15キロカロリー。ドレッシングをつけました。てかでかいな。このドレッシングが35キロカロリー。やっぱドレッシングとかタレ系だよ。だね。
カロリーをさ支配しているのは。トマトと葉野菜とめっちゃ気持ちばかりの人参。超気持ちばかりじゃない？そうだね。ワンスライス。ワンスライス。いやそう。ツースライス。ツースライスです。それで栄養素を取ろうっていうのはちょっと厳しいかもね。いただきます。うん、トマト。やっぱトマト。でもこれ全部かけたらほんとびちゃびちゃになっちゃうね。ということでこれら3品がヨーグルト、ナゲット、サラダ、これがアメリカのマックでカロリーが低カロリーなメニューで、総カロリーにしたら100いかないってことだよね、うん、そうだよね、500いかないね、うん、じゃあ続きまして番外編。番外編っていうかこっちの方が多分見たい人多いよね。アメリカのマックで一番高カロリーな商品ベスト3、第3位はチョコレートシェイク。ラージサイズのチョコレートシェイク、ドドーン、こちらです。大きい、いや大きいけどさそんなに大きくないんだよね。でカロリー、カロリー、こちらのカロリーは840。やば、第3位だよね、うん、これで840だよ、やばくない？飲み物がそもそもさ入ったっていうのが意外じゃない、うん、そんな大きくないしね、それね。そう、これが iPhone でこれがラージサイズ。いやさ、あれお店でちょっとこれラージサイズって聞き直したもんね、うん、フライドポテトかと思った。ね、フライドポテト入ってなかったね、案外。そう、ちょっと先に正解言っちゃったけど、フライドポテト、あれラージサイズのカロリーっていくつだっけ？510。全然こっちの方が爆弾じゃんね。私はダイエット中なので高カロリーなものは食べても全然太らない体質のダーリンに基本的に食べてもらおうと思います。どうぞ。どれは？甘いでしょうね。あ、すごい甘い、すごい甘い。え、こっちとさ、これも結構甘かったじゃん。いや、全然比べ物にならないぐらい、こっちの本当。でもハマる。あ、そう、うん、すごい顔してる。眉間のシワ。あー、砂糖より甘い。あー、砂糖より甘い、それだ。甘っ。これさ、1本飲める人どうかしてるね。何回飲めんじゃん。まあでも、飲んじゃってるもんな。こーわ、もう、目ん玉飛び出る甘さだ。甘い、めっちゃなってるよ。まだ第3位だからね、この上があるってこと。あー、滞在を犯した気分です。アメリカのマックで高カロリーな商品第2位、ルッドゥン、ウォーターパウンダー with チーズベーコンバーガー。バーガーです。バーガー来たね。来たよ、重鎮が。ドドーン、わーお、あーっぽいね、マックっぽい。マックっぽいね、アメリカのマック感。あー、どうなんだ、サイズでかいのかな。ちょっと日本のマックにさしばらく行ってないからわかんないや。でも多分でかいんだろうね。Oh my gosh。 でっかい分厚いパテが2枚入って、ベーコンもめっちゃいっぱい入ってます。あー、こちらのカロリーは140ぐらい。 Oh my god。 でもいいね。じゃあどうぞ。はい、おいしい。おいしい、うんうん、冷えてても全然いける。あ、そう、ちょっと時間経った肉のボリューム感がすごい。あ、そう、めちゃめちゃうまい。あ、ほんと？食べるか。結局私も食べたらこれダイエットなんないじゃんね。味見いただきます。うまい、うん、肉のボリューム感がすごい、ほんと。あー、でもさ、ジャンキーなものって食べ始めるとさ食べれちゃうんだよね。この何、スイッチが入る感じ。こうしてる間にさ、このさ爆弾フルーリーちゃんがさ、で溶けて欲しくないからまた飲むみたいなさ、うん、ぬるくなったら美味しくないじゃんね。待って、あの当初の予定を忘れてる。私のご飯はこっちなんだって。そっち食べたら意味ないの。意味ないの。うわ、でもね、メロンだ、それと食べたくない。じゃああれだね、ラスト行こっか。アメリカのマックで一番高カロリーな商品第1位は、ルルルルルルルリラックスクォーター、間違えた、ディラックスダブルクォーターチーズバーガー。バーガーでした。でん、手が落ちる。すごいね。でもさ、これ見てる人さ、さっきのと変わらんじゃんって感じ。こっちが第1位、こっちが第2位。野菜が入ってる、第1位の方。わあ、こっちの方がね、とんでもない量のマヨネーズとチーズが入ってる。あとソースが、なんかこっちの方がゆるからにこってりしてそう。なんかあのマヨネーズソースがすごい。ちょっと開けちゃう。待ってさ、待って待って、これやばいでしょ。あ、違うね。え、違う、ちょっとさ、パカッてしてみて、そっち、こっちが第2位のバーガーの中身で、こっちが第1位。待って、バーガーの中身やばない？オーマイガー。カロリーの意味は、いただいていきましょう。
かどうぞお太りなされ。量感ありそうだね。マヨネーズのパンチがすごい。ああ、見るからにそうだもんね。これヘルシーなチャンネルだから。ちょっと待って、本当にこれ企画の日を忘れる。サラダ食べます。中身がすごい。ああ、なんてこった。いただきます。全然味違う。違う。うん、ソースの味が全然違う。で、これのカロリーが890。ああ、これが1位じゃん。やばい。いやでもこれ890あるって言われたらそうだなって感じするね。うまっ。贅沢な食べ方だこれ。うん。1位2位の方があっさりしてる。で、でも待って待って、9、あの800キロカロリーあるからね、あっさりしてるとかの次元じゃないわ。まあ、でもジャンキーなものもジャンキーだなジャンキーだなって思って食べるんじゃなくって、食べるときはうまーって思って食べるのがいいと思う。うん、そうだね、チートデーだから。さあ、というわけなので結局いただきます。うまいわめっちゃ美味しいじゃん。美味しく食べるのが一番。動画最後まで見てくれてありがとうございました。やっぱり食事はバランスですね。たまには息抜きもいいんじゃないでしょうか。この後旦那さんとは一緒にジムに行って体をたっぷり動かしました。この動画楽しかったよっていう方はぜひ高評価ボタンお願いします。よかったらチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。